Aloha. Brand new street and brand new me. Side by, friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. こんにちは、レナです。今回はもう2週間くらい前になっちゃうんですけど、かなり久しぶりにライブに行ってきたので、その時の様子をお伝えしたいと思います。今回行ったのは小山田宗平さんっていうアーティストのバンドツアーで、福岡公演ですね。もう解散しちゃったんですけど、アンディモリっていうバンドがあって、私は学生時代すごく好きでよく聞いてたんですけど、小山田さんはもともとそのバンドのボーカルをしていた方です。公演が夜からだったので、その前にこちらのレッグコーヒーというカフェに来ました。福岡に何店舗かあって、東京とかにも進出してるみたいなんですけど、なんか本格的なコーヒーが飲めるお店みたいです。注文したのはこちらの甘夏のレアチーズっていうケーキと、ハンドドリップコーヒーのサマーブレンドですね。こういうコーヒーの説明が裏に書いてある可愛いカードとかもついてきます。で、私は結構紅茶が好きで、普段家ではコーヒー入れて飲んだりすることないんですけど、だからこそこういうお店に来た時とかはこうコーヒー飲んでみるのもいいかなと思って最近は頼んだりしますね。はい、ではそろそろ時間も近づいてきたということで会場に向かいます。こちらのドラムロゴスっていうライブハウスですね。私はなんか直前にチケット買ったからかなんかわかんないんですけど、整理番号がめちゃくちゃ遅かったので、すごい後ろの方で並んでたんですけど、いよいよ会場ですね。あ、これが中の様子ですけど、はい、足元しか撮ってません。This is good! はい、で終わって出てきました。なんかすごい久しぶりに生演奏、生歌を聴いて、すごく楽しかったし感動もしたしっていう感じなんですけど、結構一人で来てる人も多くて居心地も良かったですね。あとはそのコロナ対策でちょっと間隔を、余裕があるような感じで見れたので、そこまでしんどくもなくて良かったです。はい、というわけで先日私が久しぶりに行ったライブの様子をちょっと Vlog にしてみたんですけど、その今回行ったライブのアーティスト小山田宗平さんが、もともとボーカルを担当していたアンディモリっていうバンドについてなんですけど、そのアンディモリは私は高校生の時に知って、そこからよく聞いていました。で、2014年に、解散はしてしまったんですけど、解散の前にそのバンド自体のライブに行ったりもしましたね。なんかアンディモリの音楽が私にとっては自分の人生の真の部分に響くような、そのなんか一番コアな部分、自分でもなんかこう気づいてなかった自分の中心的な部分にちょっとこう触れられるような、そういう音楽だなって思っていて、日常の中でしんどいことっていっぱいあるけど、何でもいいかって思えるような、ちょっとこう肩の力が抜けるような感じの、そういう曲がたくさんあって、歌詞とかメロディーとか歌声、演奏ですごく、その青春時代に支えられていたなっていう感じなんですけど、で、解散はしてしまったんですけど、こうして解散後もソロだったり他の人とのバンドだったりで小山田さんが音楽活動を続けてくれてるっていうことがすごくありがたいんですよね。また新しい音楽を聴くこともできてるので、ここで一冊紹介したい本があります。こちらですね、小山田咲子さんっていう方のえいやと飛び出すあの一瞬を愛してるっていう本なんですけど、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。小山田咲子さんっていう方が、その今回私がライブに行ったアーティストである小山田宗平さんのお姉さんなんですね。で、私ももともとそのアンディモリのバンドを知ってからそのお姉さんの存在を知って、でこの本に出会ったっていう感じなんですけど、で実は2005年に24歳の時、彼女は交通事故に遭って亡くなっているんですね。で、亡くなる直前まで数年間彼女がブログを書いていたんですよ。
でそのブログを彼女が亡くなった後にまとめて出版されたものがこの本になりますね。で、まあ、本の中に宗平さんが、まあ、弟としてこう宗平さんのことについてのエピソードがたまに出てきたりもしますし、それから宗平さんもアンディモリの曲の中で私がすっごく好きなピースっていう曲があるんですけど、その中で、まあ、お姉さんに向けたワンフレーズを歌ってたりもします。で、まあ、なんかブログのその内容はどういう感じだったかっていうと、本当に日常的な些細な話もあったり、それから彼女が送っていた大学生活のことだったりとか、あとはまあ社会問題に対する彼女の意見とか、人間関係でのまあいろんなエピソードだったりとか、それから彼女がすごく旅が好きだったみたいで、いろんな国に行っていたようなので、その旅先での話も出てきたり、あとは写真も撮る方だったので、この表紙もそうなんですけど、中にもたまに写真が載ってるページがあって、彼女が自分の写真で個展を開いたりもしたようなので、その時の話だったりも出てきます。文才にすごく長けた方だったようで、ちょっと読んだだけですっごくこの小山田咲子さんのなんか人間的な魅力に引き込まれる感じがすごくしますね。こうちょこっと笑えるような内容もありつつ、なるほどって感心するようなことも書いてあったり、なんかでもそれだけじゃなくて、とにかく本当にいろんなことを考えさせられる本なんですよね。勉強になるっていうか、自分を見つめ直したりするのにもすごく役立つような本だったり、本だなって思います。 A special thank you from the heart. Amazon の URL を概要欄に貼っていこうと思うので、もしよかったら読んでみてほしいなって思います。それからもし今回アンディ・モリとか、そして小山田宗平さんを初めて知ったっていう方で気になっている方がいたら、よかったら音楽も聴いてみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。